オート拠点にやってきました。今回はまず最初に海に出たいと思います。海岸ボートで走ってとりあえず木を取りたいんだよね。でさっき港に人いたな。原人っぽかったけど。ああこの辺結構崖になってんだな。木を取ろうと思うと結構登らなきゃいけないっぽいんであんまり適してないかもしれないっすね。ジャンクヤードあたりで取った方が良かったな。うわ、でも待てよ。めちゃくちゃ石湧いてんだけど。これジャックハンマー持ってくるべきだったな。え、すっげえ崖に石湧いてる。そして、水中ラボがね、この辺にあるんだよね。めちゃくちゃでかい拠点とかはなさそうっすね。ほんと今自分がいる位置ぐらいに水中ラボがある。キーカードとか持ってきたら回れそうだけどな、これ。あ、燃料切れた。この辺で上陸して木を伐採していくか。うるさいな。当たり前なんだけど。うわっ、びっくりした。ロキワキかな。いやでもあり得るよな、これ。普通に銃持ちとかいそうだし。草が生い茂ってるから、取りづらいっすね。なんか狙われててもわかんない。え？また来た。これやるから帰れ。俺なんでついてくん？なんなんこいつマジで。俺取ったら帰るか。一旦帰りましょうか。あの拠点から売ってるっぽい。このまま拠点戻りたいと思います。まあ多分ボート取られることはない。無事帰宅ということで、キーカードとヒューズ持ったので今から水中ラボ向かおうかなと思います。結構自分水中ラボで死ぬこと多いんで、慎重に回りたいな。で、水中ラボって結構陸地から離れてるイメージがあるんですけど、今から行くところはね、あんまり離れてないんですよね。なので、ボートがこの海上に浮かんでるの見えたら、おい、誰か水中ラボ回ってんぞ、みたいな、なりそうなんで、ちょっとね、陸から離したところにボートを置いた方がいいっすね。さっきの崖が見えてきましたね。水中ラボだいぶ近づいてきたぞ。まあ、水中ラボがここなんすけど、この辺に止めようかな。
このイカダのところに止めよう。うわ、結構寒さ出るんだ。ウェットスーツ着てくるべきだったな。そしてうっすらだけど水中ラボが見えてきました。端の方から侵入したいんだけど、これ一番端か？いや、いなさそうだな。なんか回られた後のような気がする。まあでもボックスはあるか。足音も全然しないっすね。全然足音しないけど、ボックスはあると。これどっかで敵持ってたりすんのかな。え、マジで AI の足音しない。敵がね、イモってるとしか思えない。まあでも敵が回ったんだったら箱は開いてないはずか。そして普通に道に迷ってるぞ。どこ行けばいいんだこれ。ここか。サプライシグナル。注射器多めに持ってきたのが逆に邪魔だな。赤のキーカード通すところはないのかな。緑のキーカード、電気室。持てない。チェーンソー出た。え？どういうこと？これで終わり？ここ青のキーカードがマックスの水中ラボだ。多分そうだよな。うまくないな。回ったところだもんね。ボート置いた位置まで割と泳がないといけない。さすがに人いねえよな。これでいたら怖いぞ。すっかり夜になりそうだな。オイルリグがめちゃめちゃ光ってる。港、人いるな。明かりついてる。分解しに行きたかったんだけどね、部品系を。よし。無事帰宅。あげられたよ。でも銃声はさせたくないっすね。一発13しか食らわないのか。耐えよう。俺は耐えれる。無事帰宅。
うわ、アスレチックは割と湧いてる。アクティベート。え、マジか。回られた後だった。まあ多分このままガソスタの方行ったら接敵するだろう。そこで敵を枯らしていただく。湧いてる。人いるね。うわ、めちゃくちゃ集まってきてる。倒したいけど無視するか。ん？さっきの人たちの銃声かな。無事帰宅。もう一度ボートに乗って石を取りに行こうかなと思います。やっぱりね、マジで砂漠は石全然湧いてない。めちゃくちゃ白い石湧いてるわ。この辺に止めて、白石10ぐらいは叩きたいけどね。こんだけ石湧いてたら敵いないと思うんだけど、まあいる可能性もあるんでね。いる。拠点の中変えてった。なんでここら辺の人は原人でも追いかけてくんの。ミスったな。これとかこれ捨てればよかった。あと白石2000は取れたぞ。めちゃめちゃ空腹だし、すごい喉乾いた。よし、無事帰宅。部品系を港のリサイクラーで分解しようと思います。けど、ボートで移動してるとき、だいたい港人いたような気がするんで、注意しないといけないっすね、これ。ここ来るたびに思うけど、どこで待ってればいいのかわからん。港の中には敵いなさそうだけどな。終わった。スクラップ653集まりました。レベル3ベンチを本当は先にクラフトしたかったけど、外壁のレシピを早めに解放したいっていうことになり、こっち側下っていこうかなと思います。
まああと472足りないね。で、あとね、この金属のバリケードも解放したいんだよな。今回建てようと思ってる本拠点は外壁用ゲートを使わずにこれを置くんで、まあ、もうちょっとスクラップがいるって感じですね。これとこれが解放できれば本拠建てられる。え？原人か？撃たれてる。無事帰宅。ガソスタは敵いなさそうですね。さっきのクロスボウいるかなと思ったんだけど。ん？なんか来てるぞ。あ、でもリボルバー回収するの忘れたな。もう一回行くか。これ外にいるかもしれん。今馬の音がした。初心者の人かな。まあでも拠点バレしてしまいましたね。リボルバーどれだ？どこの拠点の人間なんだろう。セミライ、注射器なし。弾も入れてなかったしな。無事帰宅。レイドされるのも怖いんで、一応できる限りの強化をしておこう。本当は、この拠点にあんまり資材使いたくなかったんだけどな。仮拠だから。足音してる。また狩りに来やがった。しばらくの間粘着されそうっすね、これ。足音し、ノックし始めた。仕方ないから原人で出てやるか。足音してるね。やば。すごい名前やな。No。
なんかこの人拠点構造を見せてくれみたいな言ってるんすけど、抜く気満々やん。You wanna leave me? No? Okay. It's my main base. Yep.ジップライン乗ってきた原人。Hello, my friend. あのトンプソンのやつの拠点ってここのような気がするんだけど。違うかな？まあでもあいつ多分自分の拠点をレイドしようとしてるんで。Hello.あのトンプソン持ち殺したらレイドしてくるかな。多分廃材の包丁で殴ったら俺勝てる気がするんだよね。さすがにやめとくか。走ってってる走ってってる。多分帰るぞ。あ、帰ってた帰ってた。あそこだ、確定。Hey, my friend. My friend. 殺された。さっきのトンプソン、あの拠点の住人だったから、もしかしたら自分の拠点抜いてくる可能性あるっすね。まあでもどうなんだろう。あんまり上手くなさそうだったしな。そこまでの爆発物系は持ってないかもしれないっすね。とりあえずもうちょっとね、資材とか集まったら本拠点を建築する予定なんで、まあ次回あたりにがっつり建てようかな。